皆様ごきげんよう、ナイスク新刊紹介の時間です。司会は私、一番好きな100円ショップは家から徒歩10分にあるセリアです。はい、の高田です。お願いします。今回は10月に出されました株式会社ネコパブリック社のプチプラ雑貨アイデアブックを紹介いたします。この本を担当された高作さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではまずはじめに、この本はどういった方をターゲットにして出された本なのでしょうか。はい、手作りが好きでよく雑貨を作りたい、よく作っているそれから身近な素材で100均とかで作りたいという人に向けて作った本です。はい、ではこの本を出すにあたって苦労されたポイントなどあれば教えてください。はい、監修をお願いしている方グループなんですけど、すっごいたくさんいろんな素敵な作品を作っていて、どの方のどの作品を掲載するっていうところが一番、その選ぶところが一番苦労したところですかね。はい、では最後に高作さんがおすすめする100円ショップのアイテムを教えてください。はい、ここにも出てくるんですけど、メイソン茶、メイソン茶、あ、瓶ですね。100円ショップに行くといろんな大きさのいろんな色がついているものとかいろいろあると思うんですけど、ただ食べ物とか飴とかね、お菓子入れるだけじゃなくて、こういうふうに水耕栽培もできてしまう瓶ってなんて素晴らしいんだと。瓶の素晴らしさ、瓶はすごいと思います。しかも可愛いというところでおすすめは瓶です。はい、ありがとうございます。こちらのネコパブリック社より出されたプチプラ雑貨アイデアブックは全国の書店アマゾンにてお買い求めいただけます。ぜひ買って読んでみてください。以上でナイスク新刊紹介を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。